どうもマナービズムの岡部です、えー、早速生物の問題に入っていきましょう、えー、1番はですね呼吸と光合成で働く酵素の問題です、えー、脱水素酵素の補酵素を問われている問題なんですがまず脱水素酵素呼吸・光合成ともにですね何が働いているかというのはしっかり覚えていてください呼吸で働くのは脱水素酵素 NAD プラスという補酵素と FAD という歩行層です光合成は NADP プラスという歩行層が働いていますこれはねしっかりと知識として持っていてくださいさらにですねこの問題ではこの歩行層の成分が聞かれているちょっとマニアックな知識なんですけれどもしっかり押さえていきましょうまずですね NAD のこの N これニコチンの N ですニコチンアミドアデニンジヌクレオチドというんですがそこまではね覚えておく必要はないと思います ただ N というのがニコチンを意味していてそれが頭に入っていると7番にニコチン酸という選択肢がありますねですので、えー、この4番の答えはニコチン酸ということになりますはいで、えー、ちなみにですね NADP N P の N も同じですなので13がニコチン酸を主成分としておりとなりますので1番が NAD+3、えー、番が NADP+ と おのずとと2番は FAD いいう,うに決ままっていきます、はい、そして FAD のこの成分なんですがこの F フラビンと言いますがこれですねビタミン B2 のことですビタミン B2 リボフラビンというんですがえそこまでは知識としては持っていなくても大丈夫ですただ FAD の主成分ビタミン B2 というのがえ分かっているとえ選択肢にありますのでえしっかり回答できるかなと思います。 最後に水素を取り除く反応に一貫しての問いなんですが、まあ、これは科学基礎の知識になるかと思いますが水素を奪うというのが脱水素酵素の働きですね。補酵素は水素を受け取るわけなので気質から水素を受け取る水素を受け取るのは還元反応になりますね。なので最後6番は還元されるというふうな答えになります。以上で1番が終わりですね。 え続いて括弧2番に行きましょう。括弧2番はですね、消化酵素に関する質問になってますね。まずアミラーゼが分泌される部分ですけども、アミラーゼはですね、唾液アミラーゼと水液アミラーゼの2種類があります。え、それが分かっていればアミラーゼが出てくるところ、唾液腺やとありますので、膵臓というのが答えられるでしょう。え、さらにマルターゼが分泌されるところですけども、ここはですね、小腸という選択が良いでしょう。 最後に脂肪分解する酵素ですが、これはリパーゼという酵素が脂肪分解酵素になります。え括弧二番は、えー、本当に基本的な知識があれば答えられる部分ですので、こういうところはしっかりと得点していきましょう。はい、続いての問題です。えー、A 群デンプン溶液を入れた三本の試験管、B 群マルトース溶液を入れた三本の試験管がありますえ。ここにですね、アミラーゼを四本に マルターゼを4本に入れましたというのが前置きになりますこの時に A 群 B 群ともに1本だけグルコースが生じましたということですねこれはですね情報をしっかり整理すする力というのが求められますちょっと見ていきましょうでんぷん溶液でグルコースが生じるためにはまずでんぷんをマルトースに分解するさらにマルトースをグルコースに分解するという2段階の反応が必要になります まずデンプンをマルトースに分解するアミラーゼそしてマルトースをグルコースに分解するマルターゼこの2つの酵素が必要になりますので、まあ、今 A という試験管仮にです、ね、A という試験管からグルコースが生じましたということでいくとここに2つの酵素が入っていなければなりません一方マルトース溶液の方なんですがマルトースはですねマルターゼがあればグルコースに分解できます 溶液にアミラーゼというのは何も関与いたしませんのであってもなくてもよい。ということはですねこのマルターゼというのが今 C' からグルコースが生じたというふうに仮定するとマルターゼはここに必要になってきます。で A'B' の方にですねマルターゼを入れてしまうとグルコースが生じてしまうのでここに入れてはいけないんです。そうするとおのずとこっちの BC にマルターゼを入れるということになりますね。 はい、BC のほにマルターゼ入ってますのでここにアミラーゼを入れるとですねグルコースが生じてしまいます、ね、この A と同じことになってしまいますのでここには入れられないなのでおのずと A'B' にアミラーゼを入れるとここまでがですね情報整理力とでも言いましょうかで、えー、ここからですね問いになるんですが A 群の残りのグルコースが生じなかった残りの2本にアミラーゼを入れたらどうなりますかという話ですね えー、アミラーゼを入れたらですね、えー、マルターゼを待ち構えていますのでこの A という同じ状況になりますつまり日本両方ともですねグルコースが生じる1、えー、というのが正解になります、はい、それでは括弧三番にいきましょう えー、3番は酵素反応の問題ではあるんですがここで問われているのは生物の知識ではなく論理的な思考力になります、えー、ここもですねしっかりと情報を整理して論理的に考えていく必要がありますまずはですね酵素 A が気質 A のみと反応して期待 C を発生させる 酵素 B は気質 B のみと反応して気体 C を発生させるそれ以外の反応では気体 C は発生しないという最初のこの問題をですね問題文しっかりと読んで読み取ってください。でまずはですねこの太郎さん二郎さん花子さんと3人の実験者が6本ずつの試験管を用意します。 そして、えー、加えた酵素というのが、まあ、1番から6番まで、えー、バラバラなんですが今ここのおホワイトボードにままとめてありますさらに、えー、気質を入れていって酵素反応を示すかどうかを確認していくんですがそれぞれですねこの3人6本中4本から気体 C が出てきましたと,という前提になっています。 では以上の結果から気質 A は資料1から6のうちいくつの試験管に入っていますでしょうかという問題になりますはいではですねどうやって考えていくかまずこのホワイトボードですね、えー、太郎、えー、二郎花子と、えー、1番から6番まで、えー、A あるいは B どちらの酵素を入れたのかというものが示されてあります。これはまあ図から取ってきただけですね。えー、図をよく見てください。でさらにですね、その後気基質、スモール A、スモール B どちらかを入れたという可能性を考えていきます。えー、例えばですね、基質 A を入れた場合に、太郎、花子は酵素 A がいますので、気体が出る丸にしてあります。気体が出る丸で二郎は B が入っていますので気質 A を入れても何の反応も起こりませんので期待は出ない×というふうに示してあります、えー、もちろんですね、えー、気質 B を入れた場合にはその逆の結果になるとですねそれをすべてこう示しておきました、えー、これをですねしっかりと考えて、えー、読み取っていきましょう、はい、3人のうち4本すべて3人とも4本の期待が出た といううううここととをどう考えていこうかとそうですね、えー、と例えば太郎さんを基準にちょっと考えていってみましょうか太郎さんが期待が発生しさらに二郎さんも期待が発生するっていう場所をちょっと見探してみるとですね箇所存在しますここですね5番の気質 A それから6番の気質 B ここはですね太郎さん二郎さんともに発生している2つ出てきてましたでは ね、今太郎さん基準に考えて太郎さんと花子さんが2人とも気体が発生しているところってどこかなと。で、えー、考えるとここも2箇所あります。1番の気質 A ですね、えー、それから3番の気質 B ですねここにあります。2つつまりこの時点で太郎さん4本が完成しました。 残りはですね二郎さんと花子さんが共に発生しかつ太郎さんが発生していないというところがあればいいなと探してみましょうこれがですね2番の B それから、えー、5番の A ですかね間違えました4番の A ですね ここは、えー、と二郎さんと花子さん2人とも気体が発生しているでかつ太郎さんはねもう4本出てますので発生していないこれで、えー、4本ずつ発生したものが、えー、確認取れたと,ということになりますはいで聞かれているのはですね、えー、資料の中で気質 A がどれに入っていたかと,というところなんですがまずここですね気質 A それからここですね 気質 A、そしてここ気質 A ということになります。え一番、四番、五番の試験管にからあに気質 A を、えー、入れたんですよと、ということがわかりますので三本ということになります。はい、さらにですね、えー、資料一三五に入っているものが聞かれております。一は A ですね。一は A。 3は B5 は A ということで13番に関の回答群からですね ABA という三番を選んでください学びはいそれでは問題2にいきましょう動物の発生に関する問題ですね、えー、括弧1番はですね、えー、と知識問題になりますのでしっかりと正答をしていってほしいなというところです まず人の発生についてなんですが肺の卵巣内にある卵へと分化する細胞なんですが減数分裂の過程に入った細胞ですねこれを一次卵母細胞と呼びます。一卵母細胞から減数分裂が始まっていくということをしっかりと覚えておいてください。で一次卵母細胞はですね減数分裂第1分裂の前期で止まった状態で、えー、旧式に入っていきます。 そして、思春期に入るとホルモンの働きによって減数分裂が再開して、第一分裂終了で二次卵母細胞になりますね。え、十五番、二次卵母細胞となります。減、えー、数分裂、で、さらに第二分裂の中期で、もう一度ストップします。この状態で排卵されます。で、排卵された二次卵母細胞はですね、えー。卵巣と子宮をつなぐ、ゆらん管、十六番がゆらん管なんですが、このお中で精子の侵入を受け。 受精が成立します。はい。ですので、えー、14、15、16に関しては一次卵母細胞、二次卵母細胞、有卵管。そして、えー、17番の時期ですが、前期、中期の丸二ということになります。はい。それでは括弧2番を見ていきましょう。ウニの受精の問題ですね。えー、まずですね、卵の表面の構造というものをしっかりと 覚えてください卵はですねゼリー層というものに守られていますそして、えー、細胞膜と卵黄膜という2種類の膜がありまして通常はですねこれはピタッとくっついていますそして、えー、表層流というつぶつぶがですね、えー、細胞質の中にありましてこれが受精するとですねこの内容物をこの卵黄膜と細胞膜の間に 放出することによって卵黄膜が細胞膜から離れるそして、えー、卵黄膜はゆくゆく受精膜になっていきます、えー、他の精子の侵入を防ぐために受精膜というのがこうシュッとこう出来上がるとまあ、そういう流れになっていますこの構造ですねこれをしっかり見ておいてください、えー、それでは行きましょうウイの受精において卵の周りにあるゼリー層ですねに精子が到達すると精子の先端が糸状に伸び精子はこのゼリー層を 貫通するさらにゼリー層の下にある卵黄膜を通過して精子の細胞膜が卵の細胞膜と融合し卵では表層反応が起こるというのが表層反応の説明になります、まあ、それがそっくりそのまま問題になっていますのでこの問題文も含めてしっかりと覚えると良いでしょう。えー、卵に侵入した精子の核は、まあ、性核ですね、えー、ここに精子を書いておきましたがこの「角」の部分ですね「正核 ええー、となり精、えー、子の中心体から、えー、形成されたえ十八番ということになりますが精子の中心体から形成されるなんだろうというふうに、えー、ここ分からなくてもですねしっかりと、えー、選択肢の回答群から中心体に由来するものが選択できればそれでオッケーですはい正常体というものですねえー、ここがああ精核と乱核とを近づける役割をして二つの核が融合する というお話になります、はい、さらに、えー、ウニの精子に関する問題が続いておりますがはい。タイという精子のこの頭部のある一番先端の部分の、えー、構造物ですけどもこれもともとゴルジ体に由来しているというところをしっかりと覚えておいてください。はいえー、中辺部はですね、えー、この微部を 動かすための、まあ、泳ぐためにですねここを鞭毛になってますここ動かしますねこのエネルギーを作り出すためにミトコンドリアが配置さされていますさらに鞭毛、えー、の中は微小管になってるんですが微小管の起点となる中心体がここにいますですね、えー、さらにですね船体反応をする時のこの船体突起というものがここからデューンと伸びていきますがこの正体がですねアクチンフィラメントであるということもしっかりと覚えておく必要があります。 そうすするとですね、この20番なんですが A 線体はゴル自体から形成される B 中辺部には中心体とミトコンドリアがある線体突起にはワクチンフィラメントのタワーがあるという C これ全て正しいということになります。さらにウニの表層反応ですけども、えー、ちょっとこれラ、ね、の。 ここに戻りますが表層流の内容物は卵の細胞膜と卵黄膜の間に放出される D これは正しいですね卵の細胞膜から離れた卵黄膜は受精膜へと変化するこれも正しいですね卵黄膜は受精膜となり他の精子の侵入を防ぐ表層流は、えー、精子の細胞室中に存在するここが間違っていますね卵ですねの、えー、細胞室中に存在しますので DE のみが正解と いうのが二十一番になります。はい、それではカッ三番に入っていきましょう。えー、ウニの発生ですね、えー。まずウニの発生の時期を聞かれていますが、えー、ここポイントはですね、二、えー、行目、肺の表面に線毛が生じ、やがて負荷が起こると書いてありますが、この時期しっかりと覚えてください。この時期は放排期になります。放排期。はい、さらにですね、減長排気、細胞群の貫入というのが起こります。 まあこれは断面図ですけどもねこうトンネルを掘るようにギューッと細胞が貫入していく、えー、そこの入り口を原稿と呼びますがこれは植物極側動物極側どちらなのかと、えー、大抵はですね下側に書いてある植物極側ですねから貫入が起こっていきます、えー、さらにですね1次鑑定式2次鑑定式の話題が出ておりますが貫定式というのはこの細胞層からですね内側に 内側のや、まあ、ここだとですね放廃孔に向かって細胞が2回ですね、えーまあ、脱落するというか中にこう入り込む時期というのがありますそれを1次勘定式、えー、さらにこの状態だと2時間重式になりますけどね、えー、この貫入したところからさらに細胞が中にこう入り込んでいくという勘、えー、重式といいますが1時間重式2時間重式これはですねどちらも中胚葉に 分類されるものですさらに最初に起こる、ね、1時間重式の細胞たちは骨片へと分化していきます2時間重式は筋肉や生殖層ですねウニの生殖層を食べるところですね、はい、食べられるところになっ,たなっていくというところを押さえておいてくださいえそうするとですね22番は包廃23番はこう植物極側ですよというところが分かります、はい、でさらにですね えー、原稿は、えー、何期で、えー、何々となるという句家のとこなんですけども原稿は将来肛門になるんですよというところはしっかりと押さえておいてください信仰、えー、動物ですからね、えー、ウニは我々と一緒です原稿が肛門になるとただその肛門になる時期っていつっていうところはですね、えー、知識としては非常にマニアックな部分ですこれで分からなくても大丈夫です、えー、選択肢を見るとプルテウス陽性か包廃 と書いてあるんです。本廃棄はですねまだ現状のですねこの貫入が起こっていませんのでそもそもこれは選んではいけないと、えー、さすればプルテウス妖精、えー、肛門という6番が正しいというのが分かります。はい、それでは4番に行きましょう卵葛に関する、えー、問題ですね「正しいものを選んでください」と書いてあります。 はい、いくつ選ぶかということが決まっておりませんのでやや選択問題としては難しい、えー、ところですので何が間違っているのか何が正しいのかこというところをしっかりと押さえていきましょう、えー、G ですねウニでは第三卵活までは統括である、はい、ウニはですね東欧卵金黄糖に卵黄が分布していて、えー、いますので、えー、しっかりとこう卵黄に邪魔されることなく卵活が起こっていく、えー、第三卵活までは統括であるこれ正しいですね ちなみに第4卵葛では不規則な卵葛が起こってですね大角球中角球小角球というものが出来上がりますそこもですねしっかりと分かっておく必要があります、えー、次ですねカエルの第2卵葛は灰色三日月間を等分するように起こると書いてありますがこれですね、えー、灰色三日月間を等分するように起こるのは第1卵葛です えー、ここですね第一か第二かという非常に細かいところが聞かれていますのでしっかりと押さえておいてください、えー、次アイですねカエルの第三卵活は植物局側より動物局側の滑球が大きくなるとありますが、えー、カエルはですね、えー、卵黄が偏っております 植物極側に多くこう分布しているような状態になります。この卵黄というのが卵核を妨げてしまうんですね。つまりえカエルはですね植物極側の方の細胞の方がですね分裂することがあんまりできないので大きくなっていきます。つまりこれ逆ですね。植物極側より動物極側の活球が大きくなるというのはこれ逆のことを言っています。なので間違っています。 はい、症状眉の卵葛は「盤割」であると書いてありますが「盤割」というのは、えー、と主に鳥類のででできることです、えー、症状眉などのような昆虫はですね表葛表面がこう卵葛していくというのが、えー、一般的ですのでそこの知識があれば「盤割」活は違うなっていうところがわかるんではないでしょうかつまりこれ G のみ正しいという丸一番の選択になります。学びず それでは問題三に入っていきましょう。遺伝子発現調節に関する問題ですね。はい、原核生物の、遺伝子の発現に関する問題で。ちょっとここに、図を書いておきましたが。まあ、一連のですね、化学反応に働く、この複数の遺伝子群のまとまりですね。これオペロンと言います。オペロンですね。はい。これは二十七番の回答です。 えー、オペロンを構成すする遺伝子群ですねまずですねこのプロモーターという部分ここが調節する大元になりますここに RNA ポリメラーゼという RNA 合成酵素ですねここが、えー、くっつき、えー、遺伝子群の転写を始めると多くの場合遺伝子の発現の調節というのは転写をするのかしないのかというところで調節をしておりますここのの RNA ポリメラーーーゼがこのプロモーターという 延期配列の部分に結合することによって転写が行われていくそのプロモーターの隣にはですねオペレーターという、えー、遺,伝あの遺伝子の配列の部分がありますここは何かというとですねさらにその前に調節遺伝子というものがありこの調節遺伝子を転写翻訳して作ったこの調節タンパク質リプレッサーと呼びますがこやつがですねここにくっつくことができますオペレーターに。 オペレーターにリプレッサーがくっつくとですねここのプロモーターータに RNA ポリメラーゼがが結合すすることが妨げられてしまいまいつまりリプレッサーがこのオペレーターに結合している間は RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合できないので転写が行われないとこのように転写が行われないという場合に調節したい場合にはそのようなことが起こっています。 えと今回の問題はですねラクトースオペロンの話なんですけども、えー、ラクトースがない時はこういう状態になっていますこのリプレッサーがここにくっついて、ねえー、転写が行われないただラクトースがある時はですねこのラクターゼという酵素を合成したいので転写を進めないといけない。 そうするとですね、このラクトースからの由来の物質がこのリプレッサーにくっつくことによって、このリプレッサーの立体構造が変化します。そうするとこのオペレーターからポコッと外れてしまうんですね。そうすると RNA ポリメラーゼがプロモーターにくっつくことができ、転写が行われるというような調,調節が行われています。はい、ではまあ実際に見ていきましょう。え27番はオペロンですね。 はい。これは一つのプロモーターの下で転写,転写調節がおを受けています。大腸菌では、ラクトース代謝に関わる酵素群が、ラクトースオペロンを構成し、転写が調節されている。ラクトースがないとき、大腸菌の DNA のオペレーターで二十九番。オペレーターと呼ばれる転写領域に、リプレッサーですね。調節タンパク質が結合しているため、RNA ポリメラーゼが、この、プロモーター、 に結合できないのでメッセンジャー RNA の転写が開始されないと一方グルコースがなくラクトースがある場合にはラクトースに由来する物質がこのリプレッサーにくっつくことによって立体構造が変化しますそうするとこのオペレーターから外れるですね、えー、結合できなくなるその結果 RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合することができるので転写が完了そしてしていきますよというお話です えー、27から30は、えー、オペロンプロモーターオペレーターリプレッサーと、はいえー、その他ですねこの回答群に、えー、あるカタカナが並んでおりますけども一つ一つ重要な単語ではありますのでしっかりと調べて、えー、理解していきましょう、はい、31番の「あ」いですけども先ほど言いました立体構造が変化していきます。はい、でさらにですね、えー、とこの翻訳 原核生物の翻訳なんですが原核原生物の場合はですね深刻生物でしなきゃいけないスプライシングという作業がありませんつまりメッセンジャー RNA を合成していますねでメッセンジャー RNA が合成途中のそのメッセンジャー RNA にどんどんリボソームがくっついていきますなので転写が完了を待たずして翻訳が開始するというのが原核生物の、えー 転写翻訳の特徴ですね同時進行で行われるということがありますので、えー、ここはですねする前に始まるというイの部分ですけどもを入れてほしいまあ、つまり6番が正解ということになりますはい2番ですね、えー、遺伝子組み換え技術の問題です非常に基本的なことを聞かれている用語の問題ですのでここはもうしっかりとお正答していきたいところです はいまずですねこの遺伝子組み替え技術に使われれる酵素でですすすねねつ聞かれておりますまずです、ね、特定の塩基配列を認識し DNA を切断する酵素はさみに例えられますね DNA を切断するこれは制限酵素と呼ばれる酵素ですえさらにですねのりに相当するえ DNA と DNA をつなぎ合わせるえ末端同士を連結させる酵素これは DNA リガーゼになります さら、はいえー、にですね、えー、とその目的の DNA をこの生物の細胞の中にこう運ぶベクターといいますけど運び屋として用いられる、えー、大腸菌などのが持っている、えー、いわゆるゲノム DNA とは別の小さな輪っか状の DNA があるんですけどもこれプラスミドと言います、えー、しっかりとねこの遺伝子組み換えに出てくる用語酵素の名前しっかりと覚えておきましょう。はい3番になります えっと DNA 断片の長さを調べる電気鋳造に関する問題ですね。はい、えー、電気鋳造なんですが、まず DNA がですね、えー、負の電荷を持っているということをしっかりと押さえておいてください。その理由としてはですねこのリン酸を持っているというところになります。えー、生体内ではですねそのリン酸基の部分がまあ、リン酸イオンというふうな形になりますのでいわゆるマイナスの電荷を 持つイオンですね、えー、こういう状態になっておりますので、えー、DNA は「負に加電しておりますなので「エ、えー、ですけども「リン酸基負というふうに答えてください、はい、ですので、えー、DNA はです、ね、陰極から陽極、まあ、つまりマイナスからプラスの方にですね電気をかけると引きつけられていくという現象が起こりますでこの電気栄動というのはですね え中はですねこうゲル状のものの中を DNA をこう這わせていくんですけどもこれですねかなりのストレスがありますので小さい DNA はスーッといけるんですが大きいまあ長いといった方がいいですかね長い DNA 断片はなかなか前に進むことができないなのでこの長さによって DNA を分けていく DNA 断片を分けていくということができるというのが電気鋭道のお話です,えですのでえここはですねおかきはですね 陰極陽極そしてより長い DNA 断片ほどゲル中の移動距離が短くなるというところが正解になります、えー、最後にですね、えー、この「えー」すみません「く」のとこですけどもこの永気配列を,決定,、ね、配列を決定していく方法の一つとしてサンガー法というものがありますこれが電気栄動を利用した方法です。 ちなみにですね PCR 法マイクロアレイ解析とありますが PCR 法は DNA の増幅させる技術ですね、まあ、これは犯罪捜査や親子鑑定、まあ、あの最近ですとコロナウイルスの検査などにもこう使われている方法です。DNA を増やすすという、えー、技術ですね マイクロアレイ法というのはですねメッセンジャー RNA の量から遺伝子の発現パターンというものを、えー、解析する技術になりますまあこれはですねがんなどの病気の、えー、原因遺伝子の、えー、調査などに使われている技術ですねマイクロアレイ解析まあ共にですねこのバイオテクノロジーのところでは出てくる名前ですのでこの2つもどういうものなのかというのはしっかりと理解しておくべきだと思います マズムはいそれでは問題4に行きましょうプランクトンに関する穴埋めの問題ですねはいここはですね生物例を選択させる問題になっていますが、えー、代表的な生物を一つ一つですね覚えておく必要がありますそれでは見ていきましょうまず37番なんですがシアノバクテリアというふうに言っておりますねシアノバクテリアというのはまあ光合成をする細菌グループ名ですのでその中の 具体的な生物を覚えておく必要があります年樹藻がまあ選択肢にありますが、まあ、また揺れ藻などはですね覚えておく必要があると思います。はい、で38番39番です、ね、緑藻類と言ってます単細胞性の緑藻類38細胞群体性の緑藻類が39、はい、ここから選ぶのであれば単細胞性の緑藻クラミドモナスという生物の例があります。 さらに細胞群体ではボルボックスというのがありますので、まあ、こういったですね、一つ一つこう有名な代表的な生物というのをしっかりと頭に入れておくということが必要ですね。はい、そ44番先に行きますがここでですね、ア生物、異生物を選択する必要があります幻覚または真核ここはです、ね、シアノバクテリアが大きなヒントです。 シアノバクテリアというのは、光合成する細菌のことですから、細菌は原核生物、つまりアが原核生物で、イが真核生物ということになります。はい、四十一から四十三の方ですね。ここはですね、原生動物の例が載っています。四十一や四十二。ここはですね。専門運動というヒントが四十一。加速で運動というのが四十二になります。 そうするとですね、専門運動をするのはこの中でもゾウリムシ、加速で運動するのはアメバという単細胞性、原生動物ですからね、単細胞性の動物になります。夜行虫もそうなんですが、夜行虫はちょっとこう、丸い形をしていて、専門でも加速でもないというところなので、外してください。でさらに、節足動物と言っていますね、節足動物はミジンコしか選択肢からはないかと思います。 えー、ですのでゾウリムシアメーバミジンコという、まあ、順番になりますねはいその他この細胞をすいません生物例ですねこの37から43に関かっている選択肢に入っている解凍群の生物というのはどんな生物なのかというのはしっかりと理解しておく必要があります、えー、トリパノソーマに関しては寄生虫なんですが まあ聞いたことない人も多いと思います。ここはですね。あまりあの気にしなくて、えー、あまり慌てずにいいと思います。えっ、ー、と選択肢に聞いたことない生物なんかが入り込んでいた場合でもですね。えっ、ー、としっかりと自分の知識を信じて、まあ、いわゆる選択肢から外していくという勇気を持ってください。はい。以上です。 はい。カッコ2番になります。カッコ2番は、えっ、ー、と、まあ、いわゆる水質の環境問題に関する問題です。まあ、産業ぐらいの非常に短い文章の中に45、46を入れるということなんですが、えー、まずですね、池の表面に水の花とも呼ばれるう水質汚染現象ですね、青子というのをしっかりと選択できるようにしてください。さらに、海では、えー、プランクトンの異常増殖によって引き起こされる現象、赤潮になりますね。 まあ、ちなみにですけども有症というのは、まあ、アップウェリングと言いますけどこう深層から海水が表層へグッと上がってくる現象のことですねカルスというのは分化していない植物細胞の塊ですかね青さサは、まあ、緑層ですね青さという緑層がいます、えー、ストロマトライト、えーまあ、この辺りはねあの進化のところで出てくると思いますがシアノバクテリアの死骸などがこう 重なって作られた、まあ、岩石ですねストロマトライト、まあ、マクサというのはあの天草の仲間ですかね、まあ、寒天などの材料になるようなものですね、まあ、コロニーというのはいろんな意味がありますけど集落、まあ、生物的には大腸菌などの菌の集まりのことをコロニーと呼びますねまあその辺り一つ一つですね用語も分かっておくといいかと思いますそれでは最後3番になります はいえー、と地球の歴史まあ原始地球の歴史というかあそこの現象に関する問題ですね、えー。シアノバクテリアが出現して地球に何をもたらしたのかシアノバクテリアというのは光合成がでできる細菌のことですね進化の上ではこの光合成細菌の誕生というのは地球に何をもたらせたのか大気組成を変えたと書いてあります。原始大気 に含まれていなかったもの、そして光合成によって発生するもの、そうですね、酸素になります。酸素を地球にもたらし、大気の組成を変えた。さらにこの酸素はですね、海洋中の、ね、鉄イオンを酸化させて海底に沈殿沈殿させました。まあいわゆるこれがまあ島状鉄鉱床というんですけどもまあ鉄鉱石のようになっている部分ですね。はい。また大気中に蓄積した酸素はですね、紫外線によって オゾンになります。このオゾンが層をなすことによってオゾン層ですね。か紫外線を吸収してくれることによって、え生物は陸上進出が可能になりました。生物の陸上進出のきっかけ、大気中の酸素そしてオゾン層というものがとても大事ということはしっかりと認識してくださいですね。えそういう文章になっています。はい。えー、と以上でえ生物の問題は以上になりますが。 基本的にはですねしっかりとした知識を持って臨めばさほど難易度の高い問題というものは少ないと思われますが時折ですねマニアックな情報が必要であったり論理的な思考情報をしっかりと整理する力というものが求められる入試問題になっていると思います。それでは皆ささん頑張ってください この動画ではね、みんなが見れるように一般的なことを話しました。マナミズムは近代の公募や一般入試に向けて今の君の現状から逆算して最短のスケジュールを立ててその遂行をサポートする塾です。この動画を見てね、自分用に、そして近畿大学用にカスタマイズされた勉強計画を作ってほしいという場合はですね、マナミズムの無料受験相談にぜひ参加してください。各校舎で申し込み受け付けていますし、オンラインだったら全国から申し込み可能です。